実況者で、俺もあまり良くないんだけど、滑舌が悪いっていうさ、こう致命的な弱点がさ、民兵さん許されてるんだから、たまに編集で一番時間かかるもん。でしょ？ああ、俺そうね。も、だって民兵さん字幕つけるとき、本当にわけわかんないから、空耳で適当につけんの？もうなんか、一番わけわかんなかったのが、未だにわかんないんだけど、デドバのね、26かな、なんかその辺で、万引きしましょうって言ってんだよ、民兵さんが。絶対言ってねえのに。絶対言うはずないんだよ、その場所で。デドバしてて万引きしましょうなんて挨拶で言うわけないんだよ。でも、そうしか聞こえないの。マジで。もうそそれれこにそしか聞パブこえない。G 民兵さんが話してるの完璧に字幕つけてやろうと思ってめちゃめちゃ聞き直したから。でも、それでいいの？もう民兵さんは万引きしましょうで。なんか面白いよね、でもそれで。わけわかんない。全然わけわかんないけど、もうそれでいいの。だからすごいんだよ、民兵さん。民兵そうさんだはもうね。そういうとこ。万引きじゃないだろうなと思って、俺、何回か何て言ってるか当てようと思って聞き直したけど、字幕のせいで万引きにしか聞こえない。もう、そうだから、それにしか聞こ字えないん幕っだ。てすごいんだなって思っすごた。いよね。本来だったらマイナスの部分を、もう新しい世界にしたよね。だ民兵さんのファンとかは多分聞き取れるんだよね、あれをね。民兵さんガチぜ、みたいな人は。俺は聞き取れないけど、俺は全然聞き取れないからもう空耳つけてるけど、いるんだよ、適当に俺が空ガ耳チつけるじで。ゃん。字幕で。それを、本当に、多分、その人もきっと頭もおかしいんだけど、何回も聞いてるんだろうね。何回も聞いて、そう、ちゃんと答えを出してくる人がいるんだよ。頭おか絶しい。対その人は頭おかしいんだけど、でも、正解出してくるんだね。本当だって、そう聞こえる、みたいな。そう聞こえるじゃない、それが正しいから、そう聞こえる。多分、民兵さんファンの人は、絶対頭おかしいんだけど、そういう人がいるんだよ。すごい。一定数。一定数。なんかそうなんね、だ。すごいんだよ。だって、俺何回も聞いてもわかんないんだよ。俺字幕つけようと思って、ちゃんとつけようと思ってるわけ。何回聞いてもわかんないのに、その人たちはわかるんだよ。その民兵さんが言ってることは。すごいじゃん。すごいでしょ？すごいね。頭おかしいん自です、分できっもと。編集してる時何言ってるか分かんねえっつってる人のそうだ正よ。解出せるのすごいな。すごいでしょ？ 自分で分かんないのいほんや、とま面じ、白いよね。民兵さんの、超民兵さんのその、もう本当のファンの人は本当に鍛えられてる？すげえ能力持ってる人？英語の CD 聴いてるだけで喋れるようになるみたいな。そう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 。なんかね、特殊な能力がある人たちなんでね、多分。